コレット。コレットは、福岡県北九州市小倉北区にある百貨店である、JR 小倉駅前の商業ビル、セントシティ北九州の地下1階の一部と、地上1階から地上6階に入居している、地元百貨店、伊ズ屋の子会社である、株式会社、コレット伊ズ屋が運営し、単独で日本百貨店協会に加盟する。本校では、 かつて同ビルに入居していた百貨店小倉総合、小倉玉の親の移転後、小倉伊勢丹及び同居する専門店街小倉駅前アイムについても記述する。コレットが入居するビル、セントシティ北九州は1993年、平成5年に株式会社小倉総合が運営する小倉総合として開業した。オープン時のキャッチフレーズは咲かせたいクラシルネッサンス。 小倉総合は JR 九州小倉駅前の京町三丁目再開発小倉駅前東地区第一種市街地再開発事業の中核テナントとして言う設立された各フロアには地元地権者保有床が虫食い状態で存在しており地元地権者の店舗が混在していた黒崎祖号ともに北九州市を代表する百貨店として親しまれたが 2000年、平成12年、親会社である蘇号の破綻に伴い、黒崎蘇号と共に、同年12月25日に閉店した。小倉蘇号閉店後も一部の地権者は引き続き店舗を営業しており、家賃、教益費の約30%減を提示して、蘇号の営業再開を求めていた。祖号側は、 小倉総合の営業再開を目指して、地元財界に協力を求め、会社構成法適用申請を提案したが、有志元の福岡銀行などが申請を拒否したため、破産手続きに移行し、営業再開を断念した。小倉総合の営業再開が実現しなかったため、後継テナントの誘致を目的として、地元企業の出資により、北九州都心開発を2001年、 平成13年に設立した。しかし複雑な権利関係などがネックとなり、後継テナントの誘致が遅れた。その後、2002年、平成14年3月に、室町一丁目地区第一種市街地再開発事業、リバーウォーク北九州の四国区域内あった小倉玉屋が、資金難からリバーウォークへの再入居を断念したことで、地元財界の働きかけにより小倉玉屋が、 地下1階から4階までに仮入居し、営業を継続した。しかし、改装も、ほとんど行わないまま入居したこともあって客足は、伸びず、同年12月25日に、小倉玉屋は閉店した。小倉玉屋の仮営業中も大手百貨店の、誘致交渉は継続して行われ、地権者らの要望を受けた、関西人が意向を打診した8社のうち、伊勢館、高島屋、松坂屋、 西武百貨店の4社が出店を検討すると回答していた。小倉玉屋閉店後、地元財界が中心となって、伊豆津屋との関係が深い伊勢丹を誘致。伊勢丹7割、伊豆津屋3割の出資比率で新会社、株式会社国来伊勢丹を設立し、2004年、平成16年2月10日に開業した。今日のコレットは、この時を開業日とする。伊勢丹は、 権利有価の一括賃貸を出店の条件としていたが、地元地権者との交渉が難航し、一時は伊勢丹の出店は困難になったと報じられた。その後破産管罪人の協力もあり、地権者保有有価を北九州都市開発が沈借することで、セントシティ、北九州ビルの権利を一本化し、国内世炭の出店が実現した。国内世炭は地下1階の一部と、 市場1階から6階までに入居し、残るフロアは北九州都心開発が運営、プロパティマネジメントはアスクプランニングセンターするアイアイム専門店街となった。ところが、伊豆津屋との証券バッティングや郊外型、ショッピングセンターの相次ぐ出店などにより売り上げが伸び悩み、2007年、平成19年12月25日に伊勢丹は小倉からの撤退を発表。 同月、アイアイム専門店街のプロパティマネジメントは、ジオアカマツに変更された。国来世ンは2008年、平成20年3月25日に営業を終了したが、伊豆つやが、伊勢丹保有の国来世ン株式を美貌科学の一株一円で買収し、閉店とはせず、休業の扱いとした。国来世丹の営業終了後、6日間の、 休業期間中に改装工事を行い、4月1日に社名を株式会社コレット井筒屋に改め、同名の店舗として営業を再開した。再開にあたっては商品券等の発行業務と根幹部の企画立案業務を井筒屋本体に集約した。その後、船場町の井筒屋本店と駅前店舗の住み分けを図るため、2009年に 両店舗間でのテナント移動を伴う大規模改装を行い、3月11日、店名をコレットに改めた。第一弾として、ロフト、無印良品が6階に入居。5月下旬には、ザラが3階に、テナントとして入居した。井筒ツヤは、店休日を復活させたものの、コレットについては、駅前という立地を活かし、元日以外の完全営業を続ける。 一方、IM 専門店街では2009年6月、地権者で構成する、セントシティ、北九州管理組合法人が、北九州都心開発に対し、組合の承諾を得ずにプロパティマネジメント会社を変更したことで、賃料収入を決し、テナントの倉庫賃料も組合に分配されていないなどとして約1億300万円の損害賠償を求めて、そした。 同年、アイアイム専門店街は、アイアイムに変えた後、2011年に再解消し、小倉駅前アイムとな。2018年7月31日、伊豆津屋が経営不振により、コレットを含む3店舗の閉鎖を発表し、コレットについては2019年2月末日をもって営業を終了することとなった。後継の運営会社についてはすでに引き合いがあり、北九州市長は年内にも、 参入企業の方向性を出すよう建物を保有する北九州都心開発などと協議すると表明した。同年10月24日、コレット跡について北九州市長は中核規模の店舗が出店に意欲的な動きを見せていることを明かした。11月にはコレット内に入居するザラ、ロフト、無印良品、その他の中小店舗などのテナントについて 小倉駅前アイムを運営する北九州都心開発が営業継続に向け交渉を開始すると日本経済新聞が報じた。同年12月、北九州都心開発はコレットの後継点について百貨店の誘致交渉は行わず、新たなテナントの誘致と運営を同ビル上層階の小倉駅前アイムを運営するジオ赤松に委託する方針を決した。 12月28日、北九州都心開発は会見で、コレット閉店後も同店に入る、約150のテナントのうち40店が、暫定的に営業を継続し、秋フロアを改装した上で、翌年の2020年3月までに、全面開業を目指す針を示した。地下1階から地上14階までの商業フロアと、平和通り側の独立店舗、 野村証券北九州支店から構成されている。旧小倉総合は商業フロア全開に展開していたが、各フロアに地元地権者の店舗が混在していた。10階の UCC フードカフェから11.12階のレストラン街まで吹き抜け構造で、14階の展望回転レストランに陳健一が経営する支川飯店がテナントとして入居していた。 2004年に開店した、小倉伊勢丹及び、後継店舗のコレットは、地下1階の一部と、地上1階から6階までに入居し、残るフロアは、専門店街、小倉駅前アイムとなった。コレットは2009年以降、船場町の本店、小倉伊筒屋との差別化を図るため、主に20代から30歳代までを対象とした、比較的低価格なブランドを誘致し、 同店舗で以前展開していたブランドのうち、中高年以上を主な対象としたブランド及び高額商品の一部は、船場町本店、国内津屋に移転、あるいは移転することなくそのまま撤退している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。